リング状のバントケーキバントケーキは、リング状の型を使って焼かれる食後のケーキのことである。A、文とケークの、文との D は発音しない。ちなみに、バントケーキ専用の型である、バントパンは、商標登録されている。もともとは、ドイツやオーストリアのユダヤ人の間で食べられていた、同系のケーキ、文とヘンを元にしたもので、クグロフと同じ流れを持つ。 1960年代にアメリカで広く人気になった。バントパンは在米ユダヤ人コミュニティの一つである肌サ教会ミネアポリス支部の要望によりスカンジナビアの調理器具を作っていたノルディックウェア社の創業者であるエイチ・デビッド・ダルキストによって1950年に生み出された。ミネアポリス支部はドイツ人やオーストリア人がコーヒーと共に食べる。 リング状に焼くケーキ、文徳編に使われる焼き型が欲しかったが、旧型の溝が掘られた焼き型は、壊れやすい陶器や重い中鉄で作られており、扱いが難しかった。そこで、デビッド・ダルキストは、スカンジナビアで使われている焼き型を、少しアレンジし、アルミニウム製の型を作った。ハーフカットのチョコレート版とケーキ版とパンの売れ行きは、あまり良くなかったが、 1966年に、製菓製パン材料の会社ピルスベリー社が、毎年主催する料理コンテストで、バントパンを使った、トンネルオブファッジケーキが2位となり、バントパンの注文が殺到した。トンネルオブファッジケーキは、その形の新鮮さ、中に入ったチョコレートファッジの、ドロリとした食感の面白さ、リング状であることから、焼きムラが少なく作りやすいことなどから、 瞬く間に、アメリカ全土で人気になった。バントパンこうして、バントパンの争奪戦が起こり、やがて、バントパンはアメリカで最も売れた焼き型となった。これまで、約6000万個のバントパンが、ノルディックウェア社で製造され、売られている。トンネル・オブ・ファッジケーキには、ピルスベリー社のケーキミックスコが使われていたが、同社は新たに、バントケーキミックスコを販売し、 これも飛ぶように売れた。1980年代に、缶入りのケーキミックスや電子レンジが浸透し、また自宅でケーキを焼く人自体も減ったことなどから、同社が、バントケーキミックスこの販売中止を発表した時には、中止を嘆く多く消費者から、レシピの公開を求められるほどであった。肌朝教会の女性からは、ドイツ語表記のバンドパンの名で呼ばれている。文徳編のバンドは、 た束,束ねるという意味で、人々の輪を表す意味と、ケーキ生地を、焼き型の中心にある穴に束ねたりねじったり、しているように見えることから名付けられた。ノルディックウェア社のダルキストは、バンドの最後に、T の一文字を加えて、ブントパンとし、商標登録をした。ピルスベリー社は1970年に、ケーキミックスのシリーズのために、ブントを使用するライセンスを取得した。 2007年には50年以上の歴史あるアメリカ製品としてオリジナルのバントパンがスミソニアン博物館のコレクション入りを果たし同博物館関連商品として販売もされているアメリカでは11月15日はバントパンの日と定められているバントケーキは2002年公開の映画マイビッグファットウェディングに登場しているバントケーキをもらった 主人公の母親は最初それがケーキとわからず、分かってからも、真中に穴が開いていると驚き、その穴に花を飾る。ありがとうございます。